回は子持ち鮎の甘露煮の作り方をやっていくので、最後までご視聴ください。最初に鮎のぬめりを取っていくので、水に対して 5% の塩水を作って、この中に5分くらい鮎をつけておくと、簡単にぬめりが取れるので、この後鮎を素焼きしていくので、鮎のこことここに串を打っていきます。釜のすぐ下あたりに打つようにしてください。これが頭寄りだったり腹側だと焼いた時に頭が取れたり腹が割れたりするので、釜下あたりに打つように注意してください。尾の方は尻穴の少し下に打っていきます。鮎を素焼きするときは火加減を弱火で皮目を乾かすようにゆっくり焼きながら焦がさないようにうっすら焼き目がつくように焼いていきます。この素焼きをすることで煮たりするときに煮崩れしたりしないので、あと子持ち鮎はおせちに入っているイメージがあると思うんですけど、子を持った鮎が市場に出回るのは産卵時期の9月から10月くらいまでなので、おせちに使いたい場合はこの素焼きをしてから冷凍することで2、3ヶ月は保存することができると思います。焼き上がったら一度バットなどに移して常温まで冷ましておきます。熱が取れたら少し大きめの鍋に鮎の腹が少し上を向くように並べて、茹でた時に腹が割れないようにしておきます。ここに身がかぶるくらいの番茶かほうじ茶を入れて、番茶が10に対してお酢を1、砂糖を 0.1 入れて火にかけて、紙蓋と木べらがあれば木べらを、なければアルミなどで落とし蓋をして、鮎が踊らないようにして沸騰してきたら火加減をこのくらいになるまで落として、途中煮汁が少なくなってきたら加水をしながら2時間くらい茹でていきます。お酢を入れて茹でることで骨まで食べられるようになります。下茹でができたらボンザルなどにとって常温になるまで水気を切っておきます。先ほどと同じように鍋に鮎の腹が少し上を向くように並べていきます。ここに鮎の身が浸るくらいのお酒を入れて、火にかけて沸騰してきたらここに三温糖を少し多めに、あと醤油は色がつくくらい、ここで味付けするわけじゃないのでこのくらいで十分です。この上に紙蓋をして鮎の身がかぶるくらいの水を足して、アルミなどで落とし蓋をして、火加減は先ほどと同じくらいまで落として、煮汁が少なくなってきたら加水と甘みを足しながらコトコトと、鮎の身が踊らないように軽いお皿などで重しをして、今度は1時間くらい甘ゆでしていきます。甘ゆでが終わったら煮汁ごと一晩寝かしておきます。寝かしておいた煮汁を一度こして戻し入れ火にかけます。ここに煮汁に対して醤油を1足して、沸騰してきたら味を見て甘みが足りないようなら砂糖を足して煮汁を詰めていきます。この時の火加減は強火で、煮汁が身の半分くらいになってきたら煮汁を身にかけながらさらに詰めていきます。煮汁にとろみがついてきたら、ここにたまり醤油小さじ1を足して、鍋をゆすりながら鮎に照りをつけていきます。
このくらいになったら火を止めて粗熱を取っておきます。粗熱が取れたらお好みで鮎を盛り付けてもらって、子持ち鮎の甘露煮の出来上がりです。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。